羽生結弦さんによる渾身のリプレイ横浜公演が間近に迫った2月15日埼玉、佐賀に続き今公演もチケット完売に喜びを味わいながら映画館でのライブ&ディレイビューイングの方々しか購入できないというフラッグについて様々な噂が飛び交っているようです。埼玉公演から続いていた全滅への使者である羽生さんの圧倒的影響力によるチケット大落選祭り、15日には横浜公演のチケットも全て完売となり、これで計6公演全ての席が埋まる満員御礼ということで、ファンの方々はチケットを手にできない悲しみに暮れながらも、リプレイ全公演の完売おめでとう、たくさんの人が羽生くんのスケートに恋してるんだね、横浜も近くて遠かったし、やはり箱が小さい、など、推しである羽生さんのショーを満員にできたことを喜び、これを知った羽生さんも喜んで笑顔になっているに違いありません。この公演も2日目を生放送してくれるテレ朝チャンネルは広告をバンバン出し、ライブ&ディレイビューイングをしてくれるライブビューイングジャパンも次々とアナウンスを出してくれています。15日にはファンの方々からツアーのここに来て発売と噂のフラッグ情報が追記、 SNS でのファンの方々からのつぶやきで人気があると教えてもらったからか、公式 SNS でフラッグについては購入制限を設けさせていただきますときっぱり宣言。転売対策のためライブ&ディレイビューイングのチケットを持つ方々のみ1会計2本まで購入可能とのこと。これを知ったファンの方々はほっと胸をなで下ろし、フラッグは激戦敗れたライビ民への羽生さんからのご褒美なのね、フラッグがはためくライビ会場もきっと素敵なんだろうな、羽生さんから振ってねコールとかありそうなどの声が寄せられていました。また昨年の東京ドーム公演ギフトでも会場を盛り上げるグッズとしてフラッグが発売されており、そちらも手元にあるという方々からはギフトフラッグも持っていくしリプレイフラッグ買うから旗揚げゲームしてくれてもいいよなどといったユニークな声も上がっていました。ギフトの際は当初使用方法は皇室の方が通られた時に振るあの感じでよろしいのでしょうかと上品に振ることを想定されていた方々も、いざ東京ドームや映画館に行くと最初から最後までバナータオルそっちのけでギフトフラッグをフリフリされていたようです。そんな購入規制が設けられるほど大人気で、使い勝手が良いリプレイフラッグについてはここに来ての追加販売ということで、ツアーの追加なども噂されており、映画館だけでなく横浜会場や自宅でフリフリしたいという要望も出ているようです。すでに4公演が行われ、プログラム的にもそれほど大きな変化はないと見られている横浜公演ですが、羽生さんが命を削りながら演じきる最終公演とあって競技会並みの緊張感でファンの方々は見守ることとなるでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。リプレイ全公演の完売おめでとう、たくさんの人が羽生くんのスケートに恋してるんだね。激戦を勝ち抜いた横浜現地勢の方々、羽生さんへの大声援よろしくお願いします。ライブの民はフラッグ振るぜ。横浜も近くて遠かったし、やはり箱が小さいです。そんなことも嘆きつつ推しの満席を喜びます。一般3時先着予定枚数終了ということは完売、激戦のチケドリ皆様お疲れ様でした。準備してくれた羽生くんもありがとう。売り切れの文字を見ても諦めきれず、まだダラダラとリロードしてる羽生さん、完売おめでとうございます。当選された皆様もおめでとうございます。
私もチケットダメだったけど、ライブ会場でちぎれないようにフラッグ振りたい。今回も残念だったけど、映画館でフラッグ買ってスクリーン越しで応援します。チケット争奪戦に敗れた昨日より今朝になってのダメージが、それでもライブ組のために追加されたフラッグに羽生さんの優しさを感じて応援したい。このフラッグの心遣い、羽生くんはちゃんとみんなの声見てくれてるんだな。フラッグがはためくライブ会場もきっと素敵なんだろうな。羽生さんから振ってねコールとかありそう。転売対策してくれたとはいえ、大人気のフラッグが売り切れないか心配すぎるので、めっちゃ早く映画館に行こうと思います。フラッグは激戦敗れたライブ民への羽生さんからのご褒美なのね。ギフトフラッグも持っていくし、映画館でリプレイフラッグ買うから、旗揚げゲームしてくれてもいいよ。横浜は落選したけど、リレー日にギフトフラッグも持参します。リプレイフラッグと2本で旗揚げゲームもできるからね、羽生くん。いよいよ明日から横浜公演、最後の公演を心してしかと見届けます。試合並みに緊張してる私、きっと羽生さんも同じ思いなのかな。そう思うとドキドキが止まりません。ファンのためにいろいろ気配りありがとう。無事チケットも完売したし、羽生さんの思い描く演技で幸せあふれる空間にしてください。